しゃべくりマッチの始まるよ。こんばんは。5月8日午後7時になりました。第654回のしゃべくり松代の時間です。今日の松代なんですけども、寒かった。昨日よりあれ10度ぐらい寒かったんですかね。ちょっとやっぱりね、年寄りなんで足元のストーブつけましたね。良かったですよ。というようなことで、まあ全国的に今日は寒かったんですけどね、そのような一日でした。今日も生放送でお送りいたしております。今日のゲストなんですけども、日蓮宗蓮成寺のご住職早川陽生さんにおいでいただきました。今日はよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。ところで、先月ですかね、中旬ぐらいにその町内行脚されたそうなんですけども、はい、ちょっと簡単に説明していただいていいでしょうか。はいはい。正代行脚というのがですね、日蓮宗の特徴の一つなんですけれども、この内輪太鼓、そして南無法蓮華経のお題目、太鼓を叩きながらお題目を唱えして、慰霊、または、供養、記念というようないろんな思いを込めて、本堂の中でお題目を挙げるのではなくて、街頭に出て外に出て、太鼓を叩きながら供養をするということで、南無法蓮華経、こういうので、ずっと町内を歩きながらということで、行脚をするというので。なるほど。先ほどね、蓮成寺さん開創750年というようなことで申し上げたんですけども、その長大アンギャをね、される蓮成寺さんでされるきっかけっていうか、はい、いきさつってのはどんな風なんですか。はい、昨年の12月にですね、はい、日蓮宗の総本山の美濃山久遠寺の方から連絡がありまして、来年にその美濃山開創の750年記念事業を、行いたいと、それに関しての長大アンギャの、歩く候補地として蓮成寺さんいかがですかということで、お話しいただきました。でそれで お受けしますということで、お答えをして、今回の、4月16日の正代行脚という流れになりました。ところで、はい、その蓮成寺さんは県内で唯一選ばれたそうなんですけど、そうですね、その美濃山開創の750年ということで、その750年前ですね、日蓮聖人という方が鎌倉で布教活動をされて、いろいろなことから佐渡に流罪の身となって流されるわけなんですけれども、それがいろいろな事柄で赦免されて今度は鎌倉に戻るという、その時が750年前、で佐渡から鎌倉に戻る最中にこの松代にもお寄りになったということで、このルートの中で、唯一お寺があるのはこの蓮成寺だけということで、候補地として選んでいただきました。はい、ところでご住職、はい、私もね、当日、じゃあ今日は蓮成寺さんの正代行脚あるだというふうに思ってたんですけども、うん、朝すごい雨になってじゃないですか。そうですね、もう私はね、あ、これは雨だ、こんなに雨降ったら今日は中止だと思ってたんですけども、はいはい、9時になったらね、もう快晴じゃないですか。いや、素晴らしい、ここをその通じたんじゃないですか。まあ、そうだといいんですけどね。さっきの、まあ、前日も、なかなかやまずで、当日も朝本当に準備するまでね、本当に大変な雨雲もね、雨もそこそこ、こうね、しっかりと降ってましたからね。いや、すごかったですよ。はい、本当に、なんで、皆さんの願いが叶って、そうですよね。はい、よかったと思います。いや、よかったですよ。はい、ということで、
こちらにね、あの写真があるんですけども、はい、この写真を見ながらちょっとね、ご説明いただきたいと思うんですけども、はいはい、であの750年前、はい、その当時の地頭の栗生源吾さんが、はい、日蓮宗人をお迎えになって、はい、自分の領地にある、花街のお湯に入っていただいて、疲れを癒していただいて、自分の館にお泊まりになっていただいたという、その言い伝えにちなんで、出発地を、真っ白荘、まあ、加害温泉の近くということで、はい、松戸城の前から出発するということで、はい、スタートをしました。はい、これ歩いてるところですね。はい、あ、これが出発したところですね。そうですね。はい、案外隊の方が大体15名ぐらい来ていただいて、はい、あとお寺の方からも数名一緒に歩いていただいたりというようなことで、構成して、9時から出発ということで始まりました。これ歩いてるところですね。そうですね、はい、ちょうど今の松代バイパスあたりちょうど向かっているところですね。はあ、これもそうですね。そうですね、これは景色がいいや。はい、ねえ、はい、あ、これロイヤルホテルは前に見えますね。ここまだ松代バイパス手前ら辺ですかね、ここはね。はあ、なるほど、はい、これは町の中に入ってきたところですかね。まだですかね。東寺を田町付近ですかね。はあ、あのところどころであの太鼓を持って、はい、あの参加されて一緒に合流されている方もいらっしゃったようでね。はい、後でいろいろなあの映像とか見ると、はい、あの参加しているような様子がありましたね。途中からこの、はい、私たち自由に参加してもいいんですか。特別あの制限はしていませんでしたので、はい、自由に入っていただきました。じゃあもう何人も多く、出発と最後はもうだいぶ変わってますね。もう倍以上になってますね。そうですか。はい、これも街の中に歩いてますね。はい、そうですね。一番の大通りのね、メインの通りですね。なるほど。はい、あ、これはもう蓮寿さんの前に着きましたね。はい、そうですね。これはもう入って、はい、そうですね、参道入って今本堂前までの最後の道ですね。これが最後のところですね。はい、はい、いや、皆さんこれどのぐらい歩いて約2キロ弱ですね。 1.78 キロになるんでしょうかね。あ、はい、なので大体30分から40分目安で、まあ、こちらは計画しましたけど、9時出発で大体9時半ごろ到着になりましたね。やはり人数もですね、その出発の時にも結構たくさんの方お見送り出して、はい、そうですね、お見送りから、はい、それからこちらにお迎えもね、お迎えの方もたくさんいらっしゃいましたね。はい、でこれは記念撮影、はい、記念撮影ということで、はい、まあ、これはね、まだ次の50年といえば、800年となるとこの中でどなたが残ってるか分かりませんけど、ね、あ、そうですね、それぐらい、滅多にないことですので、記念で撮影していただきました。これは歩いた方ですか。はい、そうですね、歩いた方とお迎えした方皆さん含めてですね。そうですね、ちっちゃい子供もみんな歩いていただいて、あ、はい、あ、そうなんですね。そうですね。あ、これはもう中に入りましたね。はいはい、通常はあの大体正大安家をして、はい、お寺の前、本堂の前で到着すると、はい、一応それで一応終了ということになるんですけども、はい、今回はぜひとも本堂の中で、はい、お経を読んでいただいてということをお願いをしましたので、なるほど、上がっていただいて法要を一つあの一座やっていただきました。はい、これもそうですね。はい、これはそうですね、同じ場面ですか。はい、角度が違うだけですかね。そうですね。はい、これもそうですね。はい、これはご挨拶ですか。この方はご挨拶されてるんですかね。はい、あ、50なんかいただいてますね。はい、はい、今回あの事前に何も知らされていなかったんですけども、あら、はい、皆さん、美濃さんの方から記念品ということで、大きな表札ですね。あの事前承認の足跡のある霊地という、ことで蓮寿寺という書いた大きな札をいただきました。サプライズ。そうですね。いや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 、聞いていませんでしたね。びっくりしたでしょう。びっくりしました。はい、結構これ大きなもん。大きいですね。結構な大きな。じゃあこれ一般的に言う表札。そうですね、飾られましたね。まだ、ね、本当にそういうの書ける柱がないですね。大きすぎて、うん、これからどうしようかなと思って。あ、はい、これから、はい、はい、で、あ、はいはい、これも、はい、お題目の書いた先ほど正代案外でもう、ね、こう掲げて歩いていたものです。これも一つ記念品ということで、この
こに書いてあるんですね。ああ、はい、ダムヨン法令研究所身延さん改装の死者50年記念ということで、大学の書いた、はい、現代記と言いますけども、はい、これをもいただきました。これ私こんな失礼なこと言っちゃいけないけども、はい、あの桃太郎さんの登り旗みたいなのも同じですね、はい、もう同じと、それをまあ持ってあの風に吹かれてこのお題目の功徳が山根くところに広がるようにというような思いで、持って歩きます。はい、これも記念でいただきました。はいはい、これは、はい、ご挨拶、はい、ご挨拶をさせていただいて、はい、いやお顔を見ると感激というか、ね、ね、まあ、満足ちゃいけないけども、はい、よかったっていうような、ね、ね、お顔ですね。はい、無事にお迎えできて、うん、ええという、そうですよね、はい、思いでしたね。いや、お顔を派遣するとそうで思いますね。はいはい、あ、これは、あ、これもあのご挨拶の風景です ね、はい、そうですね。ここにご住職いらっしゃるんですね。はい、はい、あ、これはなんか違うんですね。はい、まあ、お礼の、はい、お礼お印で、はい、はい、これはご挨拶して、はい、あ、これ、あ、これ檀家の方ですか。あ、そうですね、これ、はい、なんか極じゃないですか。そうですね、あの記念であのお極を用意しまして、はい、皆さんにあのお迎えしていただいた方に、まあ、記念として、はい、お極を用意してお迎えいただきましたとか、はい、それから参列された方とか、そうですね、はい、皆さんに、はい、けど中入っていただいた方しかお渡しできないんですけどもね。あ、皆様この極をいただいて長生きするよ、はい、いや、結構たくさん用意されたんでしょう。そうですね、もう人数のね、あの何来ていただけるかわからないんですが、ね、からない、少なくても困るしということで、そうですよね、はい、ちょっと多めにそこら辺はちょっと心配じゃないですか、はい、そうですね、足んなくなっちゃ困る、そうですね、そこらいろいろご苦労あったんですよね。もう初めてのことで次も、ね、あるかどうかわからないの で、ね、はい、750年ですからね、はい、51年も来年やるかってね、そんな、そうですね、毎年やることじゃないので、ね、そうですね、はい、毎年やることじゃないですよね。これは最後お見送りですか。はい、そうですね、お見送りでちょうど写真撮っていただいたようですね。ああ、なるほどですね、素晴らしいですね。あ、これで、まあ、はい、写真をなんですけども、はい、まあ成功裏にね、はい、終わったんですけども、はい、どんな思いですか。そうですね、あのなぜ一番気を使ったのが、まあ、今回この太鼓町内どん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 鳴るっていう、はい、うん、それに対して苦情が出たら困るなというのが一番のね、気にしていたところなので、あ、まあ、それを、まあ、なんとか、回避したいなということで事前の告知を何回かさせていただいたりで、市民新聞にあのルートを出して行く行くんち歩きます、あの太鼓になりますけどよろしくっていうような文章を書いてご通知したりだとかっていうところで何回かに分けて新聞使ったりとかしましたので、まあ事前の告知がうまくいったかなというふうには思って、当日特に問題もなくできましたのでね、ありがたかったですね。はい、やはりその事前のその気配りとか、そうですね、気配りとかその心配というかいろいろあったことは克服できて、そうですね、で先ほど申し上げた成功率もありますね、はい、ですよね。あとはその最近このコロナでしたが、うん、はい、コロナは何か、ね、関係ありますか。ね、いよいよ今日からね、割と自由、今日から 5類でしたっけ、はい、ね、なるぐらいでね、まだね、マスクのに関してのいろいろは大変 気を使うところでしたので、まあ、それでも外でのマスクに関してはあんまり規制の、ね、対象がなかったりもしましたので、特に、まあ、家の方がマスクつけて歩くには大変厳しいですしね、なんかそういうところでは、マスクの着用をいろいろ指摘されると、まあ、ちょっと、ね、そうですよね、何かとあるなというところは気にしましたけど、だいぶ規制の方が
緩くなったり、ね、それぞれの思いもなくても特別、問題に、ね、されないような流れになりつつあるというところでは、今回は良、まあ、かったかなというふうに思ってますね。はい、分かりました。よし君もだいぶ、ね、時間も過ぎてきてしまったんですけども、はい、その松代町、そしてテレビを、ね、ご覧の方に最後に一言、はい、ございますか。はい、今回開村750年ということで、お寺も750年ということになります。松代はどうしても真田の、町というようなところで、この400年の、真田の歴史を中心にした、いろいろが多いかと思いますけども、この750年前にも松代にはなんかすごい出来事があったんだぞというようなこともいろいろ合わせて、さらにいろんな、さらにもっと古いような歴史も、松代でいろいろと皆さんも探検していただいたり、調べていただいたりするといいなという、その一つのきっかけになればいいかなという思いもあって、今回はいろいろ宣伝がてらいろいろなことをさせていただいて、松代にも古い、歴史があるなというふうなことをね、していただければいいなと思っています。はい、はい、いやどうもお忙しいところありがとうございました。はい、ありがとうございました。はい、こんばんは。皆さん、ね、先ほどね、放送の中でも申し上げたんですけども、うんうん、やはりね、はい、あの日一番私ね、びっくりしたっていうか驚いたっていうか嬉しかったのはね、うん、雨ですよ、やっぱり、うんうん、朝ね、7時ぐらいですかね、もう土砂降りですよ、ってました。ざんざん降ってて、うん、誰もがね、うん、いや今日はダメだ、うん、あ、こんなに降ったら今日はもう絶対無理だと思って、はい、そしたらね、うん、9時の時にはね、うん、もう真っ青、空、うん、いやあれはねびっくりしましたね、うん、本当に、うん、やっぱりこの誰がそういう風にさせたんでしょう。ご住職です。いやお祈りですよ。そう、宮坂さん、宮坂さん、いや私もあれよ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 って言った。ちょっとね、ちょっとちょっとご住職がねあれこうさっきの叩きながらやったかな。届いたんですよ。そうか、よかった。だけれどもね、うん、あんなのってはね、うん、もう私70年以上生きてるけどね、うん、あんなことはね、うん、めったにないですよ。そう、おう、よかったじゃない。いや素晴らしかったですよ。まあそれだけがね、もう、うん、何しろね、素晴らしい、うんうんうん、まあでも宮坂さんも一緒に一度だね。そう、ご苦労様です。いやいや、はい、そんなことで、はいはい、ということで、はい、お知らせを、はい、ね、お知らせですけどもね、今度まちづくり研究会130回になるんですけどね、はい、これはね、松代大橋の向こう側にね、おやきファームっていうのが新しくできたじゃないですか。 あそこの、うん、昔、あ、そうそうそう、昔あの方、そば蔵があったとこね、そうそう、釜飯屋さんあったとこ、あそこへねできたですね、うん、でその方のね、ちょっとずっと下げていただいてもらうと、いろは堂さんっていうんだね、うん、それで専務取締役さんのね、うん、伊藤さんにおいでいただいて、まちづくり研究会、いろいろお話しいただくっていう方、うん、あそこへできたいきさつであったりとか、どういう思いであるのかっていうのをね、うん、ちょっと、40前ですのでね、うん、バリバリの人、お若い方ですね、お
お話ししていただくかなという形です。はい、どなたでも OK ですのでね、別にはこれですか、あれ、はい、これとかこれとか、あ、そうそうそう、はい、その次、はい、はい、それはさっきほら蓮寿さんがおっしゃった ね、うん、ね、真っ白を取り巻く世界っていう、稲上山も取り、ね、今あのあれですよ、私立博物館でね、稲上山の関係ね、滝、あの清滝だとかね、うん、東城の寺院、お寺さんだとかっていうので、いろんなあの仏さんをあの展示してるんです。うんうん、で、22日、今やってるですけどね、6月18日までやるです、私立博物館、あの、なんですかね、あそこの川中島古戦場の中にあるんでね、あそこでやってます。で、その隣ですけども、夢空間でもね、町歩きセンターで、こういうその水上山ってだいぶ前にね、作ったんです。作った、あ、本を、冊子を、ああ、ああ、その冊子をね、やっぱり今売ってますんで、ちょうどいいかなって、勉強するには、うん、向こうで勉強してきていただいて、さらにまだ奥深めてもらうっていうには、はい、町歩きセンターに来ていただいて、はい、この冊子を買っていただける、はい、ね、ちょっとですね、販売中でございます、はい、1100円でございますので、はい、ぜひお出かけいただいて、ということで来週ですか、ね、勉強していただきたいな、はい、はい、来週、来週ですけどもね、この方もまたちょっとあの頑張り屋さんです、うん、はい、真っ白にあのおいでの観光客にね、手作りのしおりをね、うん、こう作って、それで、はい、もう真っ白に来たなって言って思い出作りに、うん、協力していただくという形でね、町歩きセンターと、あとは、寺町商家、うん、それを山寺定山って、それとあれですね、樋口家、うん、それとあとは前島家、はい、こうみんなね作っていただいて、みんな配布しておいでいただいて、その時にねちょうどね真っ白でひな祭りやってるのね、まあそういったこともあって、町内のことばかじゃなくて、やっぱり以来県外の方もね、うん、なんかね一番遠い人ね北海道でしたね、お、うん、北海道から来た人もいましたのでね、まあちょっとあのこういうのを持ってっていただいて、あの後ろ見るとねおもてなし真っ白なんていうのありましたんでね、うん、ちょっといいかなっていう感じですね、うん、はい、まあ、一役買っていただいたっていう形でそのお話をしていただく、まあ、苦労話っていうかね、思いだとかそういうお話を聞ければいいかなっていうふうに思います。はい、来週はそんなお話、はい、ということで、はい、来週のしゃべくり祭りをどうぞお楽しみに、はい、お願いいたします。松代はあなたの街、それそれそれくり松代、また見たね。